So, our speaker this morning is Mayun Kiki, and she is an Ainu artist and musician. So she was born in Asahikawa. Apparently it's the coldest place in Japan, on the island of Hokkaido. And she is Ainu culture coordinator for the Sapporo International Art Festival this year. She's also taking part in the 22nd Sydney Biennale, also this year. And she's a member of, I've just learned how to pronounce this, Mareureu, which is a female Ainu quartet, which has been singing traditional Ainu songs since 2008, and she also works as a teacher of the Ainu language. So I think the first thing we're going to do is show you a video, is that right? And I have to warn you, by the way, that this video in some places is not for the squeamish, so you might... you might want to shut your eyes in one or two places if you are squeamish. So,冬、歌、歌、絵を描くこと、空、秋口の痩せた男の人の骨格。 緑、青っぽい。
何でも行きますよ。太くしなければいけないので。皆さんこんにちは。こんにちは。と、私の名前はマユンキキと言います。この名前はアイヌ語で、とマユンというのは金属が重なり合って鳴るチリンチリンという音を表します。この音はアイヌの世界観では高貴な音とされていました。次にキキというのはあちこちを書くという意味です。私は癖ですぐあちこちを書いてしまうのでこの名前をつけました。1982年生まれで北海道の旭川市というところの出身です。今は札幌市に住んでいます。マレウレウという女性ボーカルグループでアイヌの伝統歌ウポポを歌っています。アイヌ語講師や札幌国際芸術祭2020のアイヌ文化コーディネーターもしています。両親ともにアイヌで、母方は旭川の川村兼人アイヌ記念館というのを営んでいます。記念館があったので小さな頃からアイヌの歌や踊りは身近にありました。私の父はアイヌだということを恥じるんではないよと幼少期から教えてくれ、母は両親がアイヌだといじめられたりすることが多いので気が強い子に育てようとしてくれていました。小学校に入ると少しずつ歌や踊りからも離れ、アイヌとして何かすることは減っていきました。転機は私が23歳の時です。大好きな祖母と話しているときに、私の曽祖母がアイヌ語の母語話者だというのを知りました。曽祖母は私が小さいときにとても可愛がってくれていた人でしたが、私と話すときには一切アイヌ語を使ったことはありませんでした。自分の娘やひ孫に自分の母語で話すことができなかった曽祖母、私はショックを受けました。曽祖母が話していたアイヌ語を知りたい、そう思いました。その時に祖母は
生前片身分けで自分の着ていたアイヌの着物を私にくれました。それが今着ている着物です。自分の孫や娘、ひ孫に自分の母語、とアイヌ語を学び出してからアイヌ記念館に行くと、それまで見えていたものが違う風に見え出しました。記念館に何気なく飾られている、例えばアイヌの女性の絵、それは若い女性が入れ墨を施した絵でした。最初は口の周りに少し、そして少しずつ大きく。アイヌ語を学ぶ前の私はその絵が少し怖いと思っていました。でも言葉や文化を学んでいくうちに、その入れ墨の女性が美しく見えていきました。アイヌ女性の入れ墨、シヌエはパーナイという地域もありますが、口の周り、指、手の甲、地域によっては眉間にも施されていたものです。カミソリや小刀、黒曜石などで肌に傷をつけ、白樺などを焼いた木の皮のすすと、青玉やよもぎなどを煮た汁で染色していきます。死ぬ絵をする理由は諸説あります。美しさの象徴、成人女性の証、身を守るために、死後にアイヌの世界に行くため、魔人にさらわれないようになどです。ですがどれも確実なものではありません。明治期に開拓使によって禁止された死ぬ絵は、禁止された直後は施す方もいましたが、時代が進むにつれ失われていきました。観光の盛んな地域では実際には入れずにペイントだけするところもありましたが、それも少しずつなくなっていきました。怖かったものが美しいと思えるようになった私は、北海道大学のアイヌ先住民研究センターでのアイヌの展覧会をする際に、アイヌの着物を着て死ぬ絵を描いて撮影に挑みました。初めて描いた死ぬ絵は、自分でも不思議に思うくらい私の顔に馴染んでいました。自宅で死ぬ絵を描き、アイヌ衣装に身を包んだ私は、その姿のまま旭川から札幌へのバスへ乗り込みました。バスの運転手さんはぎょっとしていました。北海道大学に着き、私の姿を見た友人たちからは、とても似合っている、すごく綺麗だと称賛されました。それまで綺麗という言葉をかけられたことがなかった私は、アイヌの衣装を着て死ぬ絵を描いた姿が美しいとされていることがとても嬉しかったです。その時初めてアイヌの女性として美しくなりたいと思いました。死ぬ絵のことを調べていくにつれ、実際に入れている人を見たことがない私は、どんな色だったのか、どんな痛みだったのかを知りたくてたまらなくなりました。その当時、旭川を離れ白老町でアイヌ文化担い手育成事業というものに参加していました。担い手育成事業というのは、アイヌ文化を3年間で学ぶという研修です。その研修の中では植物を扱うことも多く、死ぬ絵の材料が手に入りやすい環境でした。ある時、絵無師と呼ばれる刀を作る研修の際に、刃物で左手の薬指を切ってしまいました。絵無師の色付けには白樺を焼いたすすを使います。切り傷があり、白樺のすすもある。私は迷わずその傷にすすを塗り込みました。そうすると、とても小さな傷が一本の線になり、入れ墨となったのです。ちょっとした事故がきっかけとなって、私は最初の死ぬ絵を手に入れました。その後、自宅でも死ぬ絵を入れるようになりました。
今は左手の指、手首、右手の指に施されています。死ぬ絵を初めてペイントした時はとても褒められましたが、実際に指に施すと批判も受けました。時代錯誤だ。今さらそんなことをする必要はない。自分の体を傷つけてまですることではない。いろいろ言われました。ですが、私はあの薬指の小さな入れ墨を見て、私の指はこんなにも綺麗だったのかと思いました。昔のアイヌ女性もきっとそうだったんだろうと思います。自分に死ぬ絵を施し、文献も読みましたが、まだまだ知らないことがたくさんあると思い、2018年からアイヌ文化財団の助成を受けて、死ぬ絵の聞き取り調査を始めました。実際に入れていた人が、身近にいた世代の方々に当時の村コタンの様子や自分が死ぬ家をどう思っていたか、入れた人がどのように暮らしていたかなどを聞いています。文献を読むだけではわからないリアルな話がたくさんありました。その調査の中では、私の顔に自分の覚えている死ぬ絵を描いてもらっています。実際に聞き取りをしている人に描いてもらうこともあれば、話を聞きながら私が自分で描くこともあります。今現在残されている写真は、高齢の方々の写真が多く、若い人が死ぬ絵をしているものは少ないので、30代の今のうちに、私の顔に死ぬ絵を描いてもらって残したいという気持ちからです。死ぬ絵は地域によってさまざまな形があり、形や大きさがあり、どの地域のものもとても美しいです。昨年2020年のシドニービエンナーレのディレクターブルック・アンドリューから展示の依頼が来ました。自分の作品を展覧会で出したことがない私は、札幌国際芸術祭のマネージャーに相談をし、死ぬ絵の展覧会をすることにしました。失われてしまったと思われている死ぬ絵が現在でも生き、そしてそれを美しいと思う気持ちを伝えていきたいと思っています。ありがとうございました。